白熱電球、白熱電球、白熱で、電球とは、ガラス球内のフィラメント、抵抗体のジュール熱による副射を利用した電球である。フィラメント電球とも言う。ジョゼフスワンが発明、実用化したが、本格的な商用化は、トーマス・エジソンによるものが最初。電源は直流、交流のどちらでもよく、一般的な商用電源周波数であれば周波数も問わない。 フィラメントの灼熱が持続するため、交流電源の場合もちらつきがない。電力の多くが赤外線や熱として放出されるため、発光効率が低い。日常用いられる 100W ガス入り白熱電球では、可視放射10%、例えば GE ライティングの LW100V95、WG は 15LM、W 程度。 赤外放射72%で残りが熱伝導による消費となる。ガラス球部分に赤外線反射膜、通常多重干渉膜によるダイクロイックミラーを形成し、赤外放射を減らすと同時に加熱に寄与させ変換効率を下駄ものもある。発光の原理上放射光の分光分布が国体放射に近く一般の人工光源の中では、 炎色性に特に優れている。このことから写真や映画、テレビの撮影光源として広く利用されるほか、人工光源の炎色性の一種になる光源もそれ、専用の白熱電球と特殊なフィルターの組み合わせで定義されている CIE 標準光源。E は、ネジ式の口金、エジソンベース、エディソンスクリューを指す。耐震性を要求される場所では S。 すなわちスワンベース、引っ掛け式を用いる。英国では普通の電球にもスワンベースの電球を用いる場合がある。白熱電球の明るさはかつては、食、カンデラ、CD にほぼ等しいを単位とするコードで表されていたが、現在は w、W と W を単位とする消費電力で表現されている。ただし、W で表示するのは白熱電球だけとなり、 他の光源である電球系蛍光灯と LED、電球は、ルーメン LM で表示することと、業界団体の規定で定められている。現在、市販されている、白熱電球の多くは1000時間程度の寿命を持つ。ただ、使用環境によっては、電圧の高い、日本では、許容最大値である 110V がかかる場合もあり、この場合は 100V の電球では、寿命が短くなる。 そのため、特に記載はないが、110V の電圧を想定した電球も販売されている。電圧が定格より下がると寿命が向上する、焦度3章。高温2200から2700となるフィラメントでは、その構成する素材、今日では、ほとんどがタングステンとなっているが、点灯時間の累積とともに徐々に蒸発し、細くなることで素材強度がなくなり、 最後に接損、俗に言う、急切れすることで寿命となる。また消化したタングステンがガラス球内に付着し、下肢放射効率低下の原因ともなる。フィラメントを真空中に置いた真空電球では、この消化が大きい。ガラス球内を不活性ガスで満たすことで消化を抑えることができるが、ガス中への熱伝導による損失が大きくなる。今日用いられる。 白熱電球のほとんどがこのガス入り白熱電球と呼ばれるタイプのので封入する不活性ガスとしては通常気ガスが用いられるがその分子量が大きいものほど熱伝導による損失が少なくなるため窒素やアルゴン以外に高価なクリプトンあるいはキセノンを用いたももある封入ガスにハロゲン、ヨウ素、シュウ素、塩素あるいはその化合物を微量混合し ガラスキューブが高温になるように設計することで、消化したタングステンをフィラメントへと還元するようにした、ももある、ハロゲンランプ。フィラメントの温度を高く設定すると放射光中の化し、光成分が多くなり、発光効率が上昇するが、その分フィラメントの乗算も大きくなり、電球の寿命が短くなる。ハロゲンランプの場合、フィラメントの温度が同じならば、 通常のガス入り白熱電球の数倍の寿命となるが、その温度を高く設定し、寿命は同じだが効率が高い電球とすることもできる。フィラメントの温度を低く設定し、超寿命化した製品も存在する。例えば、キセノンランプの中には、効率が低く、光色も赤色味が強くなる代わりに1万時間前後の寿命を持つものがあり、 電球交換の頻度を減らす必要がある。交換が困難な場所、高所などで用いられている。交流点灯の場合、ダイオードにより、フィラメントに流れる電流を半減させ、寿命を伸ばすという手法もある。他に寿命を伸ばす手法としては、制御回路により、フィラメントが切れることが多い電源投入時に流れる、ラッシュカレント、電源投入の瞬間から、 フィラメントの温度が安定するまでの間、規格の8倍程度の電流が流れてしまう現象。消灯時の冷えたフィラメントの抵抗値は点灯中の高温時に比べ低いために発生する。突入電流ともうを軽減し、電源投入時のストレスを減らすというものがある。フィラメントは、通常オータンコイル、または二重コイル、小型のコイルを巻き、 そのコイル線で体型のコイルを巻くとなっている。これはフィラメントの封入ガスとの接触面積を減らすことで熱伝導を抑え発光効率を改善するとともにその寿命を延長するのに有効である。2014年現在、家庭向けには電球系蛍光灯や LED 電球への移行が進んでいるが一部の環境では問題がある。 地球温暖化防止、環境保護として、白熱電球の生産、販売を一切終了し電球系蛍光灯や LED 電球への切り替えを消費者やメーカーに促す動きが世界的に広がっている。オーストラリア、フランスやアメリカ、州によるなどは、白熱電球の生産、販売が今後法律で禁止される。2008年4月には、2012年末までに生産と、 販売を自主的にやめる、要電機メーカーなどに要請する方針を、あまりやっきら経済産業大臣、当時が表明した。これに応える形で、東芝ライテックは、同年4月14日に2010年度を目途に、白熱電球の生産を原則中止すると発表し、2010年3月17日に、国内大手電機メーカーで、初めて白熱電球生産事業より撤退。 続いて三菱電機照明も当初の2012年より1年前倒しし2011年3月限りで生産を終了一部製品を除く NEC ライティングパナソニックライティングデバイスも2012年内に生産を終了しただしこれらの要請や自粛は特に大手メーカーにとって利益率の高い LED の生産に力を傾けたいという意向にある程度沿ったものである なおミニクリプトン電球は交換用途に絞って生産が継続されている。福島第一原子力発電所事故の影響によって電力事情が逼迫しているとし、細野武史環境大臣兼原発担当大臣、当時は節電を促す観点から消費電力の多い白熱電球の販売を自粛する要電規定に呼びかけ、消費者には消費電力の少ない LED 電球や 電球型蛍光灯への買い替えを呼びかけていく方針を明らかにするとともに2012年6月13日経済産業省と環境省は白熱電球の製造業家電量販店など関係する業界に製造や販売の自粛を要請したこれは家庭用産業用とも電球系蛍光灯あるいは LED 照明への転換をさらに促すこととなる この要請を受け、パッケージに代替製品への移行を進める文言を加えながら家庭用製品の生産を続けていたパナソニックライティングデバイスも上記の通り当初の2013年春より約半年前倒し2012年10月末で生産を終了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。